言ってみわかる？おはようございます。ムロさん多いな今日は。岡崎？岡崎ですね。はい。今日はまあついそこで足場やってるんですけど、今日の企画はまあ視聴者さんも足場見たいって言っとるんで、ちょっと今日10時かな、はい、10時作業を取っていこうかなと思ってます。ちなみにミッチーとリュウジが今足場組んどるんで、たまにはやったら視聴者の皆さんまあじゃあちょっと現場行ってみようか。はい、できるだけ面白くしますんでね、続き見てください。お、結構進んでるわ。もう10時だ。もう正面まで来たぞ。早いな、後ろの人間ほんと。今日ここ組み立てでもう終わりって言ったと思うんですよ。暇だでね、コロナで。なんか3人も4人も入ってとか言っとるけどさ、なんかコメントであったな。うちは2人です。うちこれ組んでバラすね。もう1件、3人で。でもちろん1年目の子とか、半年目の子とかね。育てるのまで仕事だでね、みんな。ギリギリやるだけが仕事じゃない。おはよう。さあ、4人。10時じゃない、もうミッシュまで貼ってる。ミッシュまで貼ってる。ちゃんと腰開けとんの。ブレッカー貼っとんの。1人がモッシードずっと当てます。開けてた。もう終わっちゃうの。あと1時間ぐらいで終わっちゃう。ちょっと僕がいるんで、お前撮影の時だけだから来てもらった。リュウジ、はい、今日お前メインだね。最近視聴者がよく言うで、リュウジさんめっちゃ喋れるとか言った。お前出すと結構数字伸びるもん。早いな。え、4人いるんだよ。あ、ミッチもおるで。あったら席取るの。ああ、こいつが来るってことはカメラ来るなって。なんかさ、俺視聴者の皆さん、こっちだけまだ組んでないけど、あ、これこっちから見て、こんだけ広いと。だって回収足場ってこんだけ広いもん。まあここはやりやすいと思うよ。で、今ちなみにここはもうお客さんも住んでないんだ。なんか多分売ったかなんだから、なんでもうこういうとこもうわーって荷物ある時あるだろう。あー、うん、だからないもんで楽なんだ。これも早いよ。これ4人だな。すぐ終わっちまうな。さあ今日は最後までやっていくぞ。すぐ終わっちまうな。何やるのこれ。足場立てます。なんかポイントあるんですか。好きなように組んでください。まだ足場何年目だ。7年8年目ぐらいです。まあ、7年8年、ようできるよね。まあ改修がメインだよ。戸建てもマンションもやるし、あんな重機とか使わんけどな。今日であれ何年。今日ね1年ちょっとですね。1年ちょっとベトナムの子ね。はい、今日はい、それ楽しい。楽しいです。本当は、はい、女の子とどっちが楽しい。はい、ハハ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 。そこから4コマ下のここにしたわけだ。下から組んでいくんじゃなくて、あそこの基準で下に組むってことだな。そうそう。ああ。それはなんでそこ、なんかそんなふうになったの。これちょうどブルコニーが出てるんで。ここ下は1800だよね。で、途中からそれ、はい、あ、ブルコニーが出てるんで、ちょっと600と1200で割って、うん、ここは短い方の板しか入らないんで。ああ、そういうことか。そこだけアンチが、向こうが板は大きいやつだけど、こっちは細いやつね。業界用語でシングル。あ、そんな感じだね。いや、向こうはでもバルコニー車でちょうど、あとここの一面だけなんで、うん、あとこっちこの一面と、だからバルコニーかなんかバルコニーの中もこうなんか。バルコニーってあのベランダの中ですね。ベランダの中にもあのセットバックっていうかね、一本中入って、まあそうっすね。あと残りわずかだね。あ、やらかした。何やらかした。やらかしたって言っとると。何やらかした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 。あそこの2手の存在忘れてました。ボール。普通には痛かったっすからね。何をやらかしたの。いや、あそこの、あそこどこどこ。あそこっちの、ここな。本当は僕だったらここ2手入れたらすぐどっかで2手戻したいんですけど、2手の200って。いや、こっちで200出とるもんで、また向こうで200を拾わってこなあかんってことかな。あ、これでどっかで200で切り返しがあんと200ずれてくるわ。そこで切り替えてんじゃん。だもんね、もうあそこの角で入れちゃいます。200ぐらいこう斜めに組んでってもはねるんじゃない。はねるんですけど、プライドが許さない。そんなプライドいらんわ。やっぱね、足場のどういうところみたいなのね、視聴者の皆さんね。僕らも前回の動画で話したんですよ。知り合いの奥さんが言っとったのは、このカン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 言ってる音がもう気持ちいいって。気持ちいい。ちょっとハンマー貸してもらっていいですか。いいよ。
どうする使うあれ。カットっすね。あれカットあれカット。なんで言うんやん、ゆうじ君。なかったことになってます、お前。それは何なんで、あ、傷つかないのに。これ見て、裏返しにして、これ本当は、これにジャッキをはめるの。あ、んで最後こうやってはめる。まあ、ずれとるじゃん。ずれとるじゃん。ここじゃないじゃん。板入るんで、そっちにずれることないです。板が入らない。板が入らなかったら、ここなんですけど。うん、柱と柱板入る、これが折れ曲がることないですよね。柱って、うん、これつな、これだけだったら動くんですけど、うんうんうん、でもこれ板入ってるじゃないですか、全部、うんうん、板が入るとこれもまっすぐしか立たないです。でもこれってここがないもんで、うん、みんな多分下がっちゃうよな。下がっちゃうと思うんですよ。でも別にこれが動かないんで、これが動かん場合はもう、あ、そういうことか。まっすぐ押しても下がらんってことかな。ここにもこういうふうに、あ、ごめんごめん、こうやってやったら下がるけど、あ、ほんとだ、すげえ。ここでかかっとってもこことも天秤食らうもんで、結局これが入っとるで余計だよな。ただの板の上だったらこのポテーンってなっちゃうけど、こいつが入っとるもんで、こいつも効いてくるもんでってことかな。もうスライドして入れとるもんで、これが曲がらんってことだもんな。あー、なるほどな。すごいねこれ、発明だぞこれ。思った、エジソン級だよ。エジソン級だよこれな。だからさっき言っとった200っていう向こうでコマがね、これ600で、これ200っていうコマを向こうで使っとるもんで、四角形になるのかな、正四角形っていうの。なんで台形になっちゃうとか、200分十何メーターのうちの200だもんで、ちょっとずつだもんこれ逃げてこれるんだけど、逃げるってわかる、ちょっとずつ斜めにして、うん、斜めにしてやっていいじゃん。だけどそれは職人としてダサいから嫌だって。まあだからそんだけ壁が寄ってくるかな。まあもちろん向こうでここが400あったやつが200になっちゃうじゃん。離れがだんだん寄ってくるもんで、まあもちろん本当は200入れた方がいいと思うんだよな。そういうことあるでしょ。特に僕らなんて1800で組みたいんですよ、全部きれい。あー、薬も使いたくない。薬もをできるだけ使いたくない。あなんで、もうその分材料もかかる。あー、シートもかかるしな。特に200なんて入れたら割るのが大変なんですよ。あー、そういうことか。長さって100っていうか、もう200、400、600、900、1200、1800っていうのは。あー、そうかそうかそうか。200の割が入るともう細かくなっちゃうんです、すごい。まあ、ここに200入るもんで、600、400とか足してかなかんか。まあ400だよな、400、200、600、600だと1800か。あー、なるほど、一時わかる。全然わかんない。だってもう1800ピッチになってるもんで、200が入るってことは、残り1600っていうのは何だっけ。全部1800で作ってってるわけね。だからこれっていうのはこれ600じゃん、はい、600って3個合わせたら1800じゃん、はい、そうすると向こう側とかでも600、600、600にしたらシート1枚でもいけるし、はい、でこっちで1個1800でも合ってくるわけだろ、数字が、はい、で全部合うようになったから。でも200作ることで合わんくなるよ。ああ、なるほど、わかる、はい、難しいかなこれ、視聴者の皆さんわかるかな。要は単管クランプみたいなの長さを調整できる部材じゃないもんで、はい、これ叩き込みで入ってくもんで、うん、その分合わせていかなきゃなんだよな。でこっちと向こうのスパンは絶対同じにならなきゃなんだよ。でこっちとまたこっちと西と東は全部合わせる、北と南も全部合わせなあかんもんで、でこういう玄関先とかこの焼くもんがこうやって入ってくる。でこういうところで200とか使っても裏一面ズドーンっていくもんで、1800で行きたいわけでしょ。そういうことよ。はい、わかりました。わかりました。であのこれ本当に面白いのはこういう建材も全部1800で来とんの。建材とこういう家のトイとか全部あるでしょ。あ、そうなんです。そうそう、だから合うんだって。で新築の時ももうそのだって、あの足場材が1800で作っとんじゃない、なんで1800と思うじゃん。1812かなんかが一尺だろ、昔の寸法って。で日本古来のあれは一尺二尺三尺で建物って全部作っとるわけ。そうするとビスの長さとかも全部それに合ってくるわけ。だって肉厚があるだろ、建材の厚みもそれに全部合ってくるわけ。言ってるの分かる、はい、なんか一尺の下が何寸とかなんかいろいろあるから、で一寸釘、二寸釘、五寸釘ってあるじゃん。だから木材釘打つのに、はい、だってセンチで15センチとか12センチ、まあもちろんあるけど、はい、特殊次第だよな。言ってるの分かるかな。だってこのベランダとかも測っていくと1800のあれで来とるんだよ。だから建材が全部合ってくるわけ。でそうするとだって家具も全部そうだろ、キッチンって1800とかだろ、でその次2700だろ、で家具とかも全部それで来てる。そうするとあってこんじゃん、タンスとかも1800って結構ある。そうそうそう、だからそれ全部だよこれ。でこういう玄関物とかも全部こういう建材も、こういう玄関の建材ある。尺寸、日本寸で来とん。だって海外のもんって入らんとかはまらんって、インチだもんで海外。へえ、うん、2.52 かなんかだろインチって、はい、1インチ 2.52 センチかなんかね。すごいだろ。俺もそれ知った時衝撃走ったもん。タイルの大きさもそうだ、30センチっていうのが多い。はい、1800で合うようにできてる。あ、すごい。25センチだったらだってカット入ってる、両サイドにカット入ってる。だから30センチ建材多いよな。もうこれだってもうブロック1個もそれに全部計算されてる、全てその、うん、それが基準にある。
勉強になったの。一本動画できそうですね。いや、できない。できないですか。面白そうじゃないこれ。でよしこ、まあええか、視聴者の皆さん、バルコニーまで組むの、もう誰でいいだ。久しぶりにコーヒー飲んでくるの。はい、ちょっと上にしてまだ終わってねえからごめんなさい視聴者の皆さん、まあ今日は最後まで撮ろうかなと思ったけど、まあ1時間ね、これ視聴時数高くなかったら俺もう二度と足場の動画撮らんだ塗装屋なんだから塗装と足場の動画撮れそんなことを言うなよ、訴えほしいなんで俺がお前らに命令されたのバカかお前らじゃあなんか足場の動画見させてくださいとかなんかさ、はい、やったらやったのかなって、ね、だからそういう人に対してやってるんだよね。だいぶ動画慣れしてきたってコメントいっぱい入ってるしさ。いや慣れたんじゃない、すっごい人YouTube が行くとこ行くとこに現れる今週すごいね、今週すごいはい、そんな感じです。はい、チャンネル登録、いいね、よろしくお願いします。よろしくお願いします。またねー、また見てー。Bye.